ゴードンズ・ゴードンズはイギリスで製造されているジンのブランド名である。このジンはロンドンのクラルコンメルに上流所を開いたスコットランド人アレクサンダー・ゴードンによって1769年に製造された。このドライジンはロンドンで成功し、その製造法は今でも変更されておらず、イギリスの特許を取得している。その製造方法は世界中で12人しか知らず、 200年の間、秘密とされている。このジンは、アメリカでは、クオリティの低い安いブランドとみなされている節があるが、イギリスでは1990年代まではパブで出される、スタンダードなジンであり、ゴードンズトニックはよく知られていた。また007の小説007カジノロワイヤルでは、ジェームズ・ボンドがカクテルを注文する際、ベースに、ゴードンズを指定している。これは、ベスパーとして、 映画で再現された。イギリスでは緑色のガラスの瓶で売られていた。輸出用としては透明のボトルでもあり、サイズによってはプラスチックの容器もある。約180カ国でアインされ、世界で一番売れている、ジンとしている。日本ではキリンビールが正規代理店として取り扱いをしており、表記はゴードンである。 インパクトダタバンク2015に基づく販売数量を根拠に世界の一プレミアム人として日本展開を行っている特許制度の基本中の基本として一般に国防などの理由による機密による例外とかその内容が著しく公序良属に反するであるとかといった場合を除き特許はその内容が公開されその対象として20年程度の排他的な独占を許す という制度である。したがって特許が取得されたのであれば、その内容は世界中の誰もが知り得なければおかしいし、誰も知らない秘密ならその特許など絶対に存在しない。ありがとうございます。